倒します。また押させてもらいます。さてですね、ヒッピーさんが来る前にですね、ちょっと僕がここの場を盛り上げさせていただきたいなと思っております。で、今回ですね、初めて広島に来たんですけれども、もう3回ライブさせていただきまして、昨日と今日とで、今日が最後のこのステージなんですけども、ちょっとですね、ここで僕が結構 YouTube をやっていて、なんか本当、なんて言うんだろうな、結構なんか YouTuber っていう単語ってなんかあんまりいいイメージがなかったりとかするんですよ。なんかニュースで、ね、報道されてるんで、ね、なんかチェーンソー持つよみたいなね、大和牛行っちゃうよみたいなね、爪楊枝入れちゃうよとかさ、ドローン飛ばしちゃうよとかね、おでんつついちゃうよって、もう全部そんなんじゃないですよ。なんか YouTuber ってなんか僕もそうなんですけども、僕もそうって言ったらあれなんですけど、後から出てくださる ABTV さんだとか、ヒッピーさんもね、それこそなんかもう YouTube で結構クリエイティブなことをやっていたりとか、なんかいろんなことをやっているんですよ。で、まあ普段なんかその中でも結構いろんなコメントとかももらいながらですね、ちょっとなんかこう、なんて言うんだろうな、あんまり良くないコメントもらいながら結構なんか頑張っているんですよ。で、多分皆さんもそうだと思うんです。本当になんて言うんだろうな、4月、今日が2日で新しいなんか、なんですか、スタートになるじゃないですか。で、まあこの曲は僕に対してもですけども、皆さんに対しても、まあ、今後新生活なんか新しいスタートに向かって頑張っていこうっていう皆さんのために作った曲です。聴いてください、後半。新しい日々のスタートを祝ってこの歌捧ぐよ。
しか僕はそれができないから、新しい君のスタートを祝ってこの歌捧ぐよ。大丈夫、あなたならばきっと笑って毎日を過ごせるよ。遠く遠く離れててもあなたの名前を叫ぶよ。心配しなくてもいいよ。ありがとうございます。